時より安は、南北朝時代の武将、守護大名。室町幕府、侍所頭人、美野、尾有、伊勢守護。時市の一族、時より清の長男で、時より貞の孫。明智より金、より尾、高忠直氏、より忠のにいい。子に娘、養子に安行父の沈没後、時氏僧領の叔父とき来園と共に若くして、各地を転戦して、 南朝方と戦った。広告元年、前年に、越前で敗れて、美の国年王城に籠もっていた南朝方の脇屋、吉助を9月19日に、叔父の来園等と共に攻め、脇屋吉助は、終わりに逃亡した。広告三年、公営元年に、叔父の来園が、黄厳上皇に老石を働いたため処刑されると、総領を継ぎ美の仕事なり、同じく叔父、頼明の補佐を受けた。 昭平八年、文和二年、本拠地を長森城から河手城に移し、美濃の豪族斎藤氏を復従させた。時氏一族が南朝と結んで反乱を起こすがこれを打ち破って美濃を平定している。頼り安は、貴郷一揆と呼ばれる時氏一族の強力な武士団を有しており、弟の頼を、こうただし、直し頼りただらを美濃各地に配して結束を強化した。 関能の上乱では、室町幕府初代将軍、足利高氏を常に支持して武功があり、その功績によって、昌平六年、関能二年に、終わり守護職を与えられた。翌昌平七年、文奈元年の八万の戦いに参戦、昌平八年、文奈二年、南朝方に攻められた足利義明が、五光厳天皇を奉じて、京都を脱出すると、両国の伊比軍小島に迎え、 トングルを造営している。イビ軍に八重垣神社が創建されたのも、この時期である。昌平八年、文羅二年から翌年まで侍どころかしら人を務め、昌平九年、文羅三年に表情集に列する。昌平十三年、延文三年に、高氏が死去すると出家して、全中と合した。昌平十五年、延文五年に伊勢守護職を与えられ、より安は、 東海道の幼少三カ国の守護を兼ねて、時市の最盛期を築き上げた。文部に優れ、新潜在和歌集、新州和歌集、新五州和歌集など、直線和歌集に多くの和歌を残している。頼り安は高氏以来の宿老として惑星に参与して、重きを成した。三大将軍、義光の官僚、細川頼りと対立して勝手に本国へ帰国し、 義光から追悼令を受けるが謝罪して許され、政権に復帰している。天寿五年、攻略元年の攻略の政変において、柴義行、佐々木高秀らと共謀し、義光に進言して、政敵の細川頼行を追放させた。厳中四年、下京元年十二月二十五日、伊比郡伊比川町の随岸寺で死去。おいで養子としていた安行が総領を継いだが、 将軍権力の強化を図る義満は、勢力の強すぎる時氏一族の内紛を格索し、安行は巨兵に追い込まれ、幕府軍の追悼を受けて没落した。安行の後は、末帝の頼忠が、身の守護に認じられたが、時氏の力は大きく減じ、再び身の一国の守護に逆戻りしてしまった。法名は、剣徳寺節創前中。墓は、 岐阜県伊比川町の自願寺、ありがとうございます。